これまたスペシャルなお客様が来ていただいてありがとうございます。これいいっすね、切れてますね。ちょうど試合終わったずっとってやけ。はい、はい、OK です。下置いて、なんかダブル、そんなポーズないです。あ、もうやっぱこうやってる人のあれですね。ちょっと顔を切る癖があるんですけども、まあ、はい、いいです。有名人ですからね。いいですよ。じゃあ今年は大会はもう終わりですか？大会終わりました。女性もこんなのあるんですね、はい、進歩がすごいですね。最初見た時に比べて、やっとまともにトレーニングできるように。前くらいからガッと伸びたんですかね。4年ぐらい前、2年前ぐらいですかね。一気に変わりましたね。そうですね、1年間でちょっと肩のあたりとか変わったんですけど。体重は変わらないですか？体重ですか、うん、体重、そうですね、そんな変わらなくても変わるんですね。そうですね、大会会場でノースリーブできた時目立ちましたよ。去年の再開の時ね、私出てたんですけど、わすごいな、選手よりいいなって感じですよね。あ、変わりましたよね、本当。変わりましたね、もう、なんですかね、前はまあちょっとトレーニング好きな姉ちゃんぐらいだったのが、まあ選手らしくだんだん。コンピティターってやつですね。そうですね。来年何出るんですか？来年もオールジャパンと、あと何出るかな。ちょっと、とりあえず、オールジャパンはスポルテック。スポルテック、また来年も出るかもです。福岡のエースですからね。まあ、なかなか女性でね、ここまで行ける人珍しいですよね。全国盛んでしょ、でも。さあ、そうですね。もうだいぶ、特にあのビキニが人気増えてきたんで、もう、福岡もね、今年、九州の方も結構女子の選手が増えてますよね。ボディフィットネスですね。私はボディフィットネス。ビキニとか出ないんですか？じゃないです。それはもう、それで専門で行くんですか？そうですね、もう、この先は、ちょっとフィジークとかもちらっと考えたんですけど、可能性ないことないですね。でも、もうボディフィットネスを極めようと。はい。まあ、いい写真撮らせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。